はじめまして株式会社野村資産証券研究所で副主任研究員もしております庄司と申します株式会社野村資産証券研究所で副主任研究員をしております荒木と申します私どもは野村資産証券研究所で同じグループ会社であります野村証券のお客様へのサービスの価値を高めるものとして資産や事業の証券に関わる研究活動や コンサルティングサービスを中心に行っている組織でございます本日は月間税理2017年8月号に寄稿させていただきました平成29年新通達による株価変動の最新動向についての解説をさせていただきます振り返ってになりますが今回の発行は国税庁の株価通達公表後 すぐの発行となりましたが荒木さんは特に分析面でどのようなところに気を配りましたでしょうかはい株価通達公表前から多くの分析を私たちは行っており今回の株価通達への適用もこれまで行ったことをプログラミング処理を行って深い分析を行うことができましたまた本ウェブセミナーではその後に行った実際の非常上企業のデータ お当てはめた分析も一部紹介いたします。はい、それではですね、お手元には月間税理2017年11月号の別冊付録をご準備いただければと思います。別冊付録の中身としては8月号に掲載しております図表を中心に解説のために掲載しております。またあらかじめお伝えした通り、その後に行った追加検証や補足資料を加えています。 全体で3部構成となっておりますが50分ほどどののおお時間になりまますす。で、どうぞよろししくお願いいたします先生方の中には毎年確定申告や3月決算の顧問先対応が落ち着かれ国税庁から公表される情報が出そろう6月以降でしょうか。 年間の中で比較的落ち着かれているタイミングで相続税法上の株価算定をされて顧問先の、えー、にですねますまた平成29年度の資産税分野の改正がかなり大きな改正内容で注目を集めてましたので今まで興味を持たれてなかった顧問先であったりしても、まあ、今年に入ってから先生方にご質問されたりと。 直接影響を受けるような中小企業の社長様、オーナー様の注目度自体が高いものになっているのではないでしょうか。実際、皆様の顧問先様との関係ではいかがでしょうか。例えば、平成29年度税制改正を経た相続税法上の株式評価額の傾向について、皆様自身がイメージを持たれてますでしょうか。 今回の私どもの検証はそれに対する前提を置いた上での一つの回答案になろうかと思っております、はい、それではお手元の別冊付録を使用して本題の方に入りますはじめになりますが2017年6月19日に平成29年分の類似業種批准価格計算上の業種目及び業種目別株価等 いわゆる国税庁より定期的に公表される株立たちにあたるものが国税庁より公表されました国税庁ホームページの画面イメージを添付しておりますが左側は公表された内容の総括にあたるメインのページですそれに対して右側は各業種目の PDF を開いた画面になりますが類似業種基準価格の算定に用いられる算定要素 A から D についてこの画面で言いますと建設業でございますそちらの A から D の項目が確認できるようなページとなっておりますそれでは次に株価通達とはになります株価通達とはその年分の相続税および贈与税の申告のため取引相場のない株式について 原則的評価方法の一つである類似業種批准方式により評価する場合に総算定に必要となる次の要素に関して国税庁が定めている法令会社通達を指します次の要素とは類似業種の株価であれば A 類似業種の一株当たりの配当金額であれば B 類似業種の一株当たりの利益金額であれば C 類似業種の一株当たりの母価純資産価額では D のことを指しております真ん中に現行のの類似業種批准価格の算定式がございます先ほどの A から D の類似業種の数値をここに当てはめます。一方で ○B から D に関しては評価する対象会社の数値を当てはめる計算式となっております。 上場会社の類似業種を参照した値を A から D に用いますがこれ,はですこれは標本会社の平均値を用いておりますえつまりすべての上場会社を対象に業種前に国税庁側で分類した上で大きすぎる標本会社と平均化になじまないような会社を一定の基準で除外しております。 結果的に国税調査税算出した平均値を公表しているものとなっておりますこのように A が類似業種の株価にあたるものでありますが毎年6月以降年数回に分け各月の類似業種の株価が公表されることになりますまた BCD にあたるものが類似業種の一株当たりの配当金額利益金額 僕は純資産価格にあたるものでして毎年6月半ばごろに公表され年間を通じて固定値として使用するものになります月間税理2017年8月号掲載内容について分析するに至った背景をここでは挙げさせていただいております6月に株価通達が公表されたことでようやく今年度の 類似業種批准価格のすべての改正も項目の要素が出揃い実際に平成29年分の数値を用いた類似業種批准価格が算定できるようになりました私どもの方では前年との比較で評価額が大きく変動している業種目が生じているのではないかという想定を持っておりました これはご承知のとおり平成29年度の資産税の改正項目がかなり大きなものであり算定式の改定であったり株価通達の数値に連結決算の影響が反映されたりと評価会社の評価額が大きく変動している可能性が生じているということを考えておりました。そこで X 社という一つのモデル企業を想定し算定の基礎となる各事情年度の法人税法上の数値を固定した上で株価通達で公表されている業種目前の A から D を変化させることで前年度との比較を行い前年からの評価額の変動のシミュレーションを実施いたしました。 平成29年通達改正のポイントを改めて確認いたしますすでに平成29年1月1日以後の相続等により取得する財産に適用が開始されておりますが項目としては取引相場のない株式の評価類似業種の批准方式の見直しに関して4つの大きな改正項目が入っております改正項目の1といたしまして 類業種のの株価に関ししては従来4つの選択肢がございました改正前のスライドの真ん中にあたります課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価当月前月前々月のうち最も低いものまたは前年平均株価の4つの選択肢から従来は選択することが可能でした。 現行税制に関しては改正丸1のところに書いてある通りこれに対して課税時期の属する月以前2年間平均という5つ目の選択肢が加わっております数式上でそれを確認いたしますと数式上の左側 A というところが改正項目1の類事業種の株価のところになります 表記上は上場会社の株価と表記させていただいておりますこれを改正によって上場企業株価の上昇局面において急激な変動を平準化することが可能かと思われます二つ目の改正項目でございます改正前は配当金額利益金額母価準資産価格の比重は一対三対一となっておりました 現行税制においては配当金額利益金額母価純資産価格の比重について1対1対1の比率となっております算定式の真ん中における利益金額における掛け目が下の算式の3倍の比重から上の現行税制の1倍に変更されております。 この見直しにより成長・工業責企業の負担が軽減されるものと考えられます改正項目三として類似業種の上場会社の配当金額利益金額および母家純資産価格について連結決算を反映させたものとする改正が行われました計算式の中における分母にあたります 上場会社の配当金、上場会社の利益、上場会社の母家純資産という表記のところになりますまあ、実際には類事業の配当金利益、母家純資産の金額になりますが B、C、D、3つの項目に関して連結決算の数値を反映させるという改正が行われております 続きまして、改正項目4、丸四についてです。強化会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する改正が行われております。算定式上、一番右側にございます、新借率の大会社、中会社、 障害者のところにございます。実際にこの判定基準会社規模の判定基準に関して改正が入っております。詳細は後述させていただきます。これらの改正丸1から丸4でございますが。評価通達の改正にあたる改正丸に改正丸4が2017年5月15日に公表されました。 その後、冒頭にも申し上げた株価通達の改正にあたる改正項目丸一、改正項目丸三が2017年の6月19日に公表されております直接的に類事業種批准価格の計算式には関係ございませんが平成29年の資産税の改正項目で一点付け加えさせていただきますいわゆる 株式保有特的会社株特の判定基準の改正でございますこちらは適用時期が平成30年1月1日以降の相続等により取得する財産から適用されることとなっております中身といたしましては従来保有する株式及び出資の価格が総資産価格の50%以上を占める 会社を株式保有特的会社として判定しておりましたがその判定要素に新株予約権付き社債が加わる改正となっております次のページに移ります詳細は後ほどお伝えしますが月間税理2017年8月号掲載の平成29年新通達による株価変動の最新動向の 要点をままとめさせていたただきました最初に丸一番として財産評価基本通達の改正や株通達の影響を含めモデル企業 X 社の諸条件をもとに113業種で株式評価額の試算を行ったところ2016年12月改正前の状況と2017年1月現行の 改正後の状況においては。株価が大きく変動する業種が見られました。具体的な業種といたしましては、教育学習支援業。小売業、製造業、卸売業,業などがございます。詳細は後ほどの図表二の二。図表四の一。図表四の二のページで。ご説明をさせていただきます。一方で。 業種の変化だけでなく、モデル企業自体の要素も変化させる分析を行ったのが丸二でございます。モデル企業 X 社の配当利益純資産を変動させて算を行ったところ、相対的に利益が小さい企業、配当純資産が大きい企業について株価が上昇する傾向が見られました。詳細は後ほどの図表五の一。1 5-2を使ってご説明いたします以上のような分析をもとに結論として丸3番でございます改正の影響が把握可能な年内のタイミングで今一度株式評価額を試算し把握した上で事業承継に関する株式の移動を計画的に行えるように準備を進めることが望まれます 冒頭にお伝えしたとおり月間税理2017年8月号への寄稿後にモデル企業 X 社という仮の数値設定をした分析に対しより実在する企業の分析に近いものを行うため実在企業数万社のデータに基づいて追加の分析を実施しております。最終的な結論は4のとおり変わりませんが。 実在企業のデータを基にしした分析におおいてててては、よりり具体的な傾向が数値として出てきております。一番でございますがモデル企業 X 社に代わり株式会社東京商工リサーチのデータ一定規模以上の数万社を元にした平均的な企業像配当利益純資産等の算定の基礎となる数値を再設定し Y 社と置きました。 これに基づいて再度分析した結果が講述します図表3-1ダッシュ、4-1ダッシュ、4-2ダッシュとなっております。丸 ② 番といたしまして、Y 社の2016年12月改正前の状況と、2017年1月現行の改正後の株価の比較において、相対的に株価が下落する業種が多くを占める結果となりました。 業種目を変化させた際の平均的な株価変動率はマイナスの14%となっております三番としてなお二で用いた実在する企業データ数万社に基づく改正の影響株価の変化率というものをヒストグラムという表形式で把握いたしましたデータのばらつきを払うグラフになりましたが 全体としてばらつきが大きく生じており株価が大きく下落する企業例えばマイナス50%以上の変動や株価が大きくする上昇する企業50%以上変動する業種が一部の実在する企業においても生じておりますモデル企業 X 社の状況を説明いたします。 2017年8月号の際に行った分析の前提としてモデル企業 X 社を設定しております。会会会社社社規模は大会社で類事業種批准価格が100%適用される会社を想定しております他の算定に必要な項目は記載のとおりですがポイントとなりますのが右下にございます BCD の数値を各事情年度の間で 変動させず固定してていいる数値を用いております算定式におきますと現行の算定式の中の評価会社の配当金評価会社の利益評価会社の母価純資産におけます BCD の数値を完全に固定していることになります。それ以外の算定要素になります アルファベットの大文字 A から D に関しては同じ業種内であれば A は各月ごとに選択される数値が異なり BCD は各年度ごとに数値が変わることになります。またモデル企業 X 社はその他の産業になりますが業種を変化させることでアルファベットの A から D に関しても 数値が当然に変わることになります株価通達で公表された基準要素等の A から D の単純比較を行っております図表1に関しては大分類のみですが A から D についての単純な増減比較を行っておりますこの A から D につきまして前のスライドで見ました X 社に当てはめた場合に 算出されるる X 社の株価評価評が変化することになりますポイントといたしましては A の数値が上昇すると類似業種批准価格自体が上がります。一方で BCD の数値が上昇すると類似業種批准価格の算出値は下落することになります。 A が上がったからといっても必ずしも最終的な産出額が上昇するわけではなく BCD の要素がどう変化したかにも着目する必要がございます。なお米マークに記載のとおり業種目数が2016年の118業種から2017年においては113業種に変化しております。 これは一部の小分類業種目が統合されたことによる変化であり本校の図表内の番号は2017年版の統合後113業種に合わせた番号となっておりますのでご承知ください。全113業種目での比較を実施した結果をまとめております。 上場会社の連結決算の影響が2017年から反映されることになりました。B、C、D については事前の想定ではほとんどのほとんど増加されるものと考えられていました。まあ実際のところ B では44業種、C では20業種、D では36業種が減少しております。これにより株式評価額にとっては増加の影響が 出る要因となっておりますご参考になりますが A においては1月時点での判定といたしまして過去2年平均株価が最小値として採用された業種が21業種ありました X 社における株式評価額の推移ということで図表2の1をご覧くださいこちらは一例といたしまして X 社がその他の産業ナンバ、no. ー113であった場合の時系列の評価額グラフになっております。とグラフがございますが一方で二は類似業種の A にあたる月次の株価の変動を表してございます。赤線 に着目していただきたいのですが ① が ① ダッシュに変化している箇所が今回の改正の評価額への影響を図れる箇所になりますご覧のとおり X 社のその他の産業としての評価額に関してはあまり大きな変動はございませんでした一方、教育学習支援業の X 社においては 同じグラフ箇所を確認していただきたいのですが一からシュへの変わるポイントといたしまして改正の影響を含め2017年に入り大きく評価額が上昇しているケースが生じております。またページは戻りまして先ほどの A から D の要素を2009年まで遡って変動させた際の 変動の要因分析を説明いたします2017年の改正では大きな変動はしてませんでしたが過去りまに遡りますと年が変わるタイミングで大きく変動しているタイミングがございます例えば図表内の2014年1月から12月にかけて前年の2013年と比較すると大きな変動が生じております また特徴的なこととして同じ年内であれば大きな変動が生じていない年もございます年が変わると大きく変動する要因として下の方に要因12でまとめさせていただきました要因1でございますが国税庁が毎年6月ごろに公表する類似業種の BCD の数値を用いて その年に贈与を通した非常上株式の評価を算定するため年が変わると算定要素の数値が変化することがございますまた要因2といたしまして類似業種の株価 A として課税時期の属する月前月・前々月及び前年平均株価過去2年平均株価のうちいずれが低い金額を用いることができることから 株価の上昇局面では年年平平均均株株価価ままた過去を選ぶケースが多くなりますこれによって年が変わると計算に用いる類似業種の株価が大きく変わることになっております先ほども触れましたが X 社を教育学習支援業として株価を算出しておるページーになります。図表2のの2のグラフの通り 丸一が最終的な評価額のグラフになっておりますが2017年の改正によって1のグラフから1ダッシュのグラフになり大幅に株価が上昇していることが読み取れます。一方で過去の株価の変動に関しては類似業種の株価を示す2の下落傾向と 最終的な X 社の上昇傾向が逆に進んでいることが読み取れます。類似業種の株価の月次推移は下落傾向にございます。一方で B、C、D の要因はどうでしょうか。14ページに記載の通り、B、C、D の要因は A の下落傾向に比べそれ以上に減少していることが読み取れますこれらを用いた算定結果の ① のグラフは結果的に A を上回る下落傾向を見せる BCD の要因によって増加するという動きを見していることになっております最終的な株式評価額の変動要因といたしまして 基準要素の A から D の推移をもとに、その変動要因を分析してまいりました。平成29年の改正による影響額を取り上げていきたいと思います。図表の3.1でございますが、大分類のみをここでは取り上げております。改正の影響を見るために、 2017年1月時点の X 社の各業種目の株価また比較対象として2016年12月の X 社の株価の増減をここでは把握しておりますさらに遡りました2016年1月と2015年12月の傾向に関してもここでは記載しております 前年の株価の増加傾向に比べますと平成29年の改正傾向は全体的には低下している傾向にあるかと読み取れます。業種によってはプラスの増減をしているところもありますが下落として動いているところもございます。なお月間税理 2017年8月号寄稿後の追加検討の補足といたしまして実在する企業データの平均値を Y 社として再徹底し追加の検討をした場合この2017年の1月と2016年の12月の比較においてはさらに全体的に下落する傾向が見られておりますこちらは後ほど触れさせていただきます。 大分類だけでなく全業種目百十三業種の増減に関して分析をいたしました。こ,この図表四の一、四の二はその中で大きく上昇した業種五業種、また大きく下落した業種五業種を取り上げております。大きく上昇した業種の中では先ほどからお伝えしている。 教育学習支援業また皆様の顧問先等でなじみの深い小売業に関しても一部の業種目においては3割ほど業種上昇している傾向が見られます一方下落している業種の中でも卸売業であったり製造業であったりと顧問先様の影響が考えられる業種が含まれております。 図表4-4でございます先ほどの113業種目について大分類ごとに株価の下落株価の上昇業種数を取りまとめたものになっておりますこれまでは X 社の業種目を変化させることで最終的な株価の変動を見てまいりました X 社その評価会社自体の 配当利益純資産を変化させた場合にどのように株価に変化が生じるかそれをグラフで表してございます一番基準となります X 社の元の条件のものを丸1のグラフで表してございます丸2から丸4に関しては配当利益純資産をそれぞれ4倍にした X 社というのを改めて設定し まその評価額をグラフで図表内に表してございます結論として言えることは相対的に純資産配当が大きい企業の株価が大きく上昇している可能性がございます図表内で言いますと丸 ④ の X 社の純資産が4倍であるケースこちらのケースがやはり 最終的な株式評価額として大きな変動を見せております大きな変動という意味では一方で利益が4倍のケースこちらに関しては大きな下落を見せております X 社の配当利益純資産を4分の1にしたケースをここでは取り上げております図表5の2の中の1に関しては 先ほどの18ページと同じになりますが X 社のもともとの株式評価額の推移を表しております。これに対してそれ以外の配当だけを4分の1にしたケース利益だけを4分の1にしたケース純資産だけを4分の1にしたケースということで丸2から丸4のグラフで それぞれの変動を表しております。このような会社が平成二十九年の改正に伴い。影響を受けているのが。赤い点線で見て取れるかと思います。結論といたしましては、相対的に利益が小さい企業の。株価が大きく上昇している可能性がございます。図表五の二の中で申し上げますと。丸三の。 X 社の利益が4分の1倍にしているケースこれが平成29年の改正に伴って株価が上昇している傾向に見て取れます先ほどの4倍のケース4分の1倍のケースそれぞれにつきまして113業種目すべての業種において検討を実施した結果を図表5-3にまとめております 結論といたしましては相対的に直前期の利益が少ない企業配当や純資産が大きい企業は予想以上に株価が上昇している可能性があるため注意が必要であります。具体的な図表5-3の中においては一番右端にございます平均増減率でプラスの方向に動いております 配当が4倍のケースであればプラス16%純資産が4倍のケースであればプラスの27%利益が4分の1倍だった場合は31%また利益がゼロだった場合の株価に関してはプラスの48%ということで株価が上昇している平均が見て取れます。 なお、X 社の所条件を前提としており、上記の受表の結果から判断した結論であるため、ご留意ください。これまでの検証をまとめさせていただきます。丸 ① 番といたしまして、評価通達の改正や株価通達の影響を含め、モデル企業 X 社の所条件をもとに、113業種目で株式評価額の試算を行ったところ、 2016年12月改正前の状況と2017年1月の現行の状況とでは株価がが大きく変動する業種目が見られました丸2番といたしましてモデル企業 X 社の配当利益純資産を変動させて異なる資産を行ったところ相対的に利益が小さい企業配当純資産が大きい企業については 株価がが上昇すする傾向が見られております以上の業種目を変動させる検討丸1番一方でモデル企業 X 社の変動を行う検証丸 ② 番これらを踏まえまして丸 ③ 番といたしまして改正の影響が把握可能な年内のタイミングで今一度株式評価額を試算し把握した上で 事業承継に関する株式の移動を計画的に行えるよう、準備を進められることが望まれると考えます。なお、この後でございますが、月間税理2017年8月号への寄稿後に、実愛企業データに基づいた平均値を再設定し、Y 社といたしまして再度分析を実施いたしました。データの傾向に一部変 が現れたことはお伝えしておりますが以降で補足となる解説を行わせていただきますここからは発刊後に追加で行った分析について参考資料としてご紹介いたしますここでは株式会社東京商工リサーチが提供する財務データのうち 一定規模以上のデータを用いて非常上企業の平均額をもとに平均的な企業像 Y 社をもとに同じ分析を行っております。まず Y 社において再度分析を行った理由について簡単に説明いたします。最初にご紹介した X 社はこちらである想定をもとに配当利益純資産等を決定したものです。これらのの企業像をより現実ににに近いものにするために 実データをもとに Y 社を設定しより現実に近い分析を行っておりますこのような Y 社を想定することで実際の非常上企業の想定に近いモデル企業で税制改正の影響を考えることができます主に3つの考察を行うことができました1つ目は X 社の結果と比較すると2017年は2016年に比べ 全体的に株価が下落していることです二つ目は2015年12月から2016年1月の変化率と比べて2016年12月から2017年の1月の変化率は大きく下落していることですまた三つ目は108番教育学習支援業のように株価が増加している企業もあることです 平均的な企業増 Y 社に対して改正による業種目ごとの株価の増減を113 0 0 1業種で分析し大きく上昇した5業種そして下落した5業種について示したものです結果は完全には一致しておりませんが同じ業種が上位・下位それぞれに出てきていることが分かります X 社を用いた分析は 平均的な企業像である Y 社とは多少異なるものの相対的な業種間の比較結果は近しい結果になっていることが想定されます。大分類業種別で見た Y 社の株価下落業種数株価上昇業種数上昇業種の割合および株価上昇率について平均的な企業像である Y 社に適用したものになります。 今回は全体的には X 社の結果よりも Y 社を適用した結果の方が株価上昇率が下落しているつまり株価が下がっている傾向にあり大きくは2017年の改正株価通達は Y 社が正しい企業像を表しているのであれば減税方向に働いていると考えられます。一方で一部業種では大分類が同じ業種であっても株価が下落する業種も 株価が上昇する業種もあると想定され、一概に下がると言えないことには注意が必要です。ここでは平成二十九年通達改正による株価変化率の、えー、変化について、平成二十八年つまり二千十六年の株価変化率と比較してグラフで表しております。ここではある一定以上の規模を持つ非常上企業五万六千八百五十九社 を対象に2005年12月から2016年1月と2016年12月から2017年1月における株価の変化率をヒストグラムというグラフにして表しておりますここで言えることは大きく2つあります1つ目は変化率株価の変化が全体として大きく下落していることです2つ目は ボラティリティの増加にあります。まず一つ目についてですが、変化率は今回全体として大きく下落しております。これはこのグラフのグラフの山を比較するとよくわかります。右にあるグラフは2015年12月から2016年1月のグラフ。 左に山があるグラフは、2016年12月から2017年1月のグラフになります。ここにそれぞれ平均値、中央値を表しておりますが、平均値が2016年の株価変化率では6.3%の増に対して、2017年の株価変化率では25.3%の減になっております。つまり約30、約平均でいうと約30%近い、 減少が株価に見られると考えられます。また中央値についても示しております。中央値というのはここでいう56,800 859社ですねのを順番に大きい順に並べた時の真ん中、つまり28,433社目、えー、失礼しました28,430社目の変化率これを中央値と呼んでおります。 これで見ても、地方値の差が、ですね、2016年の株価変化率と2017年の株価変化率の差が大きく出ていることがわかります。ここから、2016年の株価変化率よりも2017年の株価変化率、これは平均すると大きく下落しているということ、つまり2017年の改正、あるいは株価通達の影響で株価が、 減少している、下落しているということが見て取れます。またこのグラフの二つ目の示唆といたしましてボラティリティの増加が挙げられるかと思います。ボラティリティという表現は聞き慣れないかともかと思いますが、ボラティリティとは標準偏差とも呼ばれるもので、ここではですね、五万六千八百五十九社。 の株価変化率のばらつきの度合いを表していますボラティリティが大きいほどその年の株価変化率の大きさには企業間に大きなばらつきがあることを示しています今回の結果では2016年に比べ2017年はボラティリティが大きいつまり株価が下落した企業が多い一方で上昇した企業も少ないが存在するということを表しております 今回の税制改正あるいは株価通達に関しましては基本的には下落傾向株価は下落傾向にあるんですけれども全ての企業が下落していることではないということに注意が必要です企業間で変化の差があるということは株価の再計算の必要性も高まっているというふうに考えられますボラティティが大きくなった原因の一つとしましては 2017年はですね改正がですね行われたことこれも一因になっているかと思います。ここでは改正1類似業種の上場会社の株価について課税時期の属する月以前の2年間平均を加えることそれから改正4評価会社の規模区分の金額等の基準について大会社および中会社の適用範囲を総じて拡大する。 ことについてもう少し詳しくご紹介しますまず改正1類似業種の上場会社の株価について課税時期の属する月以前2年間平均これを加えることについてです株価通達の2017年6月時点の株価においては課税時期の属する月以前2年間平均のみ最小になっている業種はありません これは2016年2017年6月時点においてですねこれは少なくとも2017年6月時点においては改正1に関して減税効果はないということが言えますただこれ以降ずっと減税効果はないということではなくて今後上場株の株価が上昇局面になった際には2年間平均が株価を押し下げる効果を生むと考えられます次に改正4 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大することについて、もう少し詳しくご説明いたします。ここでは、会社規模区分の改正について、表でまとめています。特に卸売業において、基準が大きく引き下げられております。また、他の業種も含め、基本的には会社規模が大きくなる方向、 つままり減税方向に改定されています。しかし小売サービス業卸売業小売サービス業以外に関しては総資産価格の代替社の判定基準が改正前は10億円以上でしたが改正後は15億以上15億円以上となっており会社規模が小さくなる方向つまり基準強化の方向に改定が行われているので注意が必要です。 また障害者については変更はございません実際の企業群でも基本的には多くの企業で会社規模が変わらないまた大きくなっていることがわかります下のグラフをご覧いただくと旧規模判定で中外者の中に分類されていた企業は改正後の規模判定で中外者の中のままのものもありますが 中外社の代または大外社に分類されている規模が大きくなっている企業が多くあることがわかります同様に改正前の規模判定で中外社の代に分類されている企業は改正後中外社の代に分類されている企業よりも大外社に分類されている企業が多くなっていますまた一部規模が減少する方向に動く改正もありましたが 大会社から中会社の代になった企業は相対的に少なく全体から見るとですけれども影響する企業は限定的であることが想定されます今回は一定以上の規模の企業を対象としているために改正前後とも大会社に区分されている企業がこのグラフから見ても多くなっていることがわかります しかし仮にすべての非常上会社を対象とした場合にはこのグラフより小さい規模の会社が増えると想定されますのでこの結果がすべての非常上企業の結果を示すことではないことにはご注意くださいまた月間税理8月号や今回のウェブセミナーでは類似業種基準価格を対象としているため 新旧基準とも代替社を想定して分析を行いました大会社を想定した結果、規模判定に関しては今回考慮しておりませんが、代替社以外を想定した場合では、今見たように全体としてはさらに減税方向に働くということにもご留意ください。これで新通達による株価変動の最新動向についての説明を終わります。 ご清聴ありがとうございました。